初仮駅は、山梨県大月市初仮町下初仮にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道中央本線の駅である。駅番号は、CO33。島式ホーム一面二線を有する地上駅。スイッチバック構造を持ち、構内の大月寄りで本線から分岐した、着発線と側線が、駅舎の脇、笹子方面へ伸びている。 駅舎は1951年に竣工した木造建築。駅事務室の一部のみが2階建てになっている。駅舎の内部には駅事務室と待合所がある。待合所には自動券売機が設けられている。自動改札機は未設置で簡易追加改札機1組が設置されている。無人化直前は大月駅管理の JR 東日本。 ステーションサービスによる業務委託駅であった。工事列車発着時に大津駅から JR 東日本の社員が派遣され、信号取り扱い業務や入れ替え業務を行っている。ポス端末の設備があったが無人化により撤去された。ホームは駅舎などより少し高い位置にあるため、ホームから駅舎へ向かうには、まずホーム中ほどから階段を降り、その後地下通路を通る。 すると側線が残された場所に出るのでそこから、構内踏切を通って到達できる。かつての中央本線にはこの付近だけでも笹子駅や、勝沼武道号駅など、多数のスイッチバック構造を持つ駅が存在したが、当駅のスイッチバック構造は、当駅発着の工事列車、貨物列車及び近くの公衆採石、大月営業所へと伸びる。 専用線が発着するために必要な設備として残されているに過ぎない。また、当駅の側線脇には保線基地があり、ここへ JR 東日本東京レールセンターからの工事、資材用のレールの到着がある。現在でも当駅からは JR 東日本の最積輸送列車の発駅及び、 レール輸送列車の着駅となっているが、すでに JR 貨物の貨物列車の発着はなく、また、工事列車自体の編成も短いことから、スイッチバック施設も大部分が有給化しており、末端部の引上げ線付近が道路拡張によって一部撤去されている。かつては当駅に止まる旅客列車もスイッチバックを行っていたが、1968年の伏線化の際、 勾配のある本線上に新しくホームが設けられ、スイッチバックは行われなくなった。カーブの途中に駅が位置する関係で、電車とホームの間が広く開く。JR 東日本によると、2000年度から2012年度の1日平均乗車人員の推移は以下の通りであった。駅前広場富士急バス。ありがとうございます。